不思議な力により何年経っても子供のままの優しいお嬢様。どうしても大人になりたいお嬢様はどんな願いも叶えると言われるエターナルティアラを手に入れるためプラチナプリンセスを目指すことになったのですが、また苦労が増えそうです。もしかして出会いは突然やってきた。よし、居残りもないし今日こそ一番乗りだ。よっ、やっはー。ユウシー、ずいぶんとアルバイトに励んでいるようですね。はい、心の力を磨くために頑張ってます。今もジョブボードに行こうかななんて。そうですか。でもその前に校長室に来てくださいね。はい。お説教が長すぎるよ。今日こそはいいバイト探せると思ったんだけどな。でもこれしか残ってないよね。それでは頼みましたよ、ユーシー。はい、シスター寂しい教会に一人で留守番なんて誰もやりたがらないはずだよ。ココルーちゃんも誘えばよかった。こちらだって聞いてさっきから来ていたんですけど、やっぱり私って存在感ないんですね。そうじゃなくて。でも今日は良かったです。お二人の仲のいいところが見られましたから。え、何抱きついてんのよ。ガキ臭さが映るでしょ。グレタだって抱きついてきたくせに。姫様、姫様、何の用なのこんなとこまで。大変でございます。魔界の方からこの人間界に魔物が一匹迷い込んだとの話が。魔物？どうしてよ。人間界と魔界をつなぐ扉は閉じられてるはずでしょ。そのはずでございますが、何者かが勝手に開けたようでして、すぐお越しください。うん、わかったわよ。見てなさい、この仕返しはきっちりさせてもらうわ。はあ？行くわよ、ガガ。返しって、はあ、
ですね。うん、でも朝までにあと1回見回れば終わりだし、もう心配ないよ。そうですよね。お茶でも入れましょうか。それでここに？はい、すいません、勝手なことしちゃって。でも、あまりに疲れていらっしゃったみたいなので。謝ることはありませんよ。ここは困った人に手を差し伸べる場。二人のしたことは正しいことですよ。そろそろ目も覚めるでしょう。朝食を作ります。手伝ってください。ユーシーさんはその人を見てあげてください。はい。なんだお前。え？ずいぶんしけた部屋だな。どこだここは。教会ですけど。教会？あ、あの。お前、昨日のおでこだな。おでこ？倒れる時になんか大きいおでこが近づいてきたなって思ってな。そうか、あれ夢じゃなかったのか。誰がおでこよ。私、ユーシーって名前があるんだから。何タコみたいに赤くなってんだ、うん、それよりも食事は。こういうところは恵まれないやつに何か食わせてくれるんだろう。本当に誰も来ていないんだな。ええ、そのような男性は一人もいらしていません。何かあったのですか。来ていないのならばいい。はい、シスターユーシー、本日のあなたの朝食ですわ。ん、あ、ありがとう。神のおぼし飯に感謝します、シスターコカル。はい。あ、これだけしけてんの。嫌なら食べなくて結構です。わかったよ。あん、ところで今下にお城の衛兵が不審な男を探しに来てますけど、うん、先に言えよ。でもシスターはそんな男はいませんって追い返しちゃった。ん、ねえ、あなた一体何者なの。眉毛 OK。 気になるか。うん、うん、うん、もっと、うん、
お前のおでこ、なんか柔らかそうだからな。もう一回触らせろよ。いやよ、何考えてるの。何タコみたいに赤くなってんだよ。うるさい、だいたい失礼でしょ。私はこれでも17歳なんだからね。 17? その姿で分かってます。ゆうし、ゆうし、どうやら彼は城から追われているようですね。きっと何か悪いことをしたんですよ。いいえ、城の衛兵が彼の素性を明らかにしないところを見ると、おそらく何か事情がある方なのでしょう。その事情が分かれば力になれるかもしれないのですが。心配するな、もう出ていくよ。世話になったな、おでこ。行かれるのですか。シスターが今晩付き合ってくれるって言うなら喜んで泊まるけど。まあ、もうとっとと出て行きなさいよ。うるさいぞおでこ、子供には関係ない話だ。だから子供じゃないって言ってるでしょ。わかったよおでこ、そんなに怒るなよ。じゃな、そうだ、この近くに千年は生きてるドラゴンがいるはずなんだが、知らないか。ドラゴンってまさか知ってるのか。え、まあシスターユーシー、道案内してあげなさい。私がなんで。困っておられるからですね。じゃあまず名前。そうだな、じゃあ大きく出てアロー王子ってことにでもしておくか。嘘言うなら連れてってあげない。なんで嘘ってわかるんだよ。王子はもうずっと前から行方不明なんだろ。例えば俺が記憶をなくした王子の仮の姿でだな。王子様はあんたみたいな人じゃないもん。あ、王子様は私のこと助けてくれて、一緒に花探してくれたすっごいかっこいい人なんだから。会ったことが。そう、お会いに行く様、はい、本当の名前は。そうだな、それじゃ歩くってことで。あのね、もういい。じゃあ次、どうして追われてるの。ん、ちゃんと答えてよ。ドラゴ様のところまで道案内する代わりに質問に答えるって約束でしょ。どうやらそれどころじゃないようだ。そのでっかいおでこ隠しとけ。ちょっと、そっちいないのか。足跡だけでもいい、探すんだ。魔物はこの辺に逃げ込んだという話なのでございますが。いないじゃないのって、そんなことよりなんで私がほうきに乗らなきゃいけないのよ。お気に召しませんか。結構お似合いでございますよ。うるさい、行くわよ。いい香り、これなら。また悲しい結果にならなきゃいいけどな。ん？今のお嬢様？本当にいるのかよ。うるさいな。ドラゴ様いますか。ドラゴ様。何の用じゃ。
せっかく気持ちよく言えるねは。エターナルティアラについて聞きたいことがある。ああ、ティアラのことならユーシーに聞けばいいじゃろう。まったく。ユーシー、誰だ。私よ。このおでこがティアラのこと、どうして。ユーシーはエターナルティアラを手に入れるかもしれん、プラチナプリンセス候補じゃぞ。聞いておらんのか。こいつがプラチナ。な、何よ、悪い。嘘つくならもう少しマシな嘘つけよ。プラチナプリンセスは千年に一度誕生するかどうかというプリンセスだぞ。強き心の力と金と知性を備えたわずかなものしか候補になれないはずだ。それをこんな子供が。愚かじゃの。嘘かどうかは横を見ればわかるぞ。気品も知性もなくて悪うございました。私だってね、自分がプラチナプリンセス候補だなんてまだ信じられないわよ。何もできない子供だもん。けどだからって、もうあんたなんか知らない。おい待てよ。うるさい、ついてこないで。行こう。ケルベロス、なぜあんな凶暴な魔物がこの森に。おお、キューブ、ちょうどいい。早くユーシーを追うのだ。は？急げ。もう下ろしてよ、自分で走れる。黙ってろ、居場所がバレる。橋の向こうまで全力で走るんだ。何があっても止まるな。歩くわ。おでこに心配されるほど俺は弱くない。行け。早くしろ。前に俺の体を支えるのは無理だ。それでも嫌なの。子供扱いされて何もできないなんて、いつまでもそんなの嫌なの。プラチナプリンセス候補か。お嬢様。お。お嬢様。大丈夫、心配ない。おでこの知り合いか。おでこ。一つ頼みがある。ご迷惑をおかけしました、姫様。まったくどこのどいつよ、魔界の扉を開けたりしたのは。私が世界征服した暁には見つけ出して魔界300年の旅に招待してやるわ。ったく。だから後で食べるって言ってるでしょ。でもな、せっかくだからあったかいうちに。もう分かった。
分かった、すぐに行くから、あとこっちに行ってて。ユーシー、はあ。それで伝言って？はい、ここに。子供扱いして悪かった、プラチナプリンセス候補殿。真のプリンセスになるために必要な条件、気品、知性、美貌。しかし一番大切なものは何か。小さな君が見せたあの勇気、プリンセスとして必要なものはもしかしたらそういう力なのかもしれない。プラチナプリンセスなれるといいな。そういえば助けてもらったお礼言えなかったな。まだありますよ。だから頑張れよ、おでこちゃん。おでこちゃん、もう歩くなんかやっぱり二度と会いたくない。毎日何かが足りない気がしてた。そう偶然あなたに会うまで、あの日の気持ちはいつでも思い出せる。雨の夜も夢の中もどんな時も、でも伝えたい言葉素直に言えないから、胸にそっとしまったまま、もう少しも魔界に凱旋とはさすがは姫様、魔王様も首を長くして。何が凱旋よ、私は親父に会う気なんてかけらもないからね。照れておいでですな。本気で嫌がってんのよ。次回、にゃんと魔界は猫ばかり、いっそ城ごと燃やすか、あの親父。